今日サボテンの接ぎ木の説明をしたいと思います。接ぎ木というのは下になる台木とあとメインの目的の植物の穂木、これをくっつけるということを接ぎ木の作用となります。で、今回は台木は龍神木と言われている柱状のサボテンで、これ日本では古くから広い範囲の接ぎ木に使用されているもので、トゲはあるんですけれど、接ぎ木に使うぐらいのサイズにはあまりトゲトゲしてなくて、比較的扱いやすいです。穂木の方は兜といって、これ後ほど詳しく説明しますけれど、こういう丸いサボテン、ちょっと端折って切ってしまいましたが、これは白点のないタイプのルリカブトっていうものです。でこれを実際に切ってくっつけるという作業をしますが、サボテンの接ぎ木はよく説明には維管束をくっつける、維管束じゃなくて形成層です。実際はただ維管束の周辺に形成層に隣接してるから、維管束を合わせれば大体形成層をくっつくっていう、そういう論法になりますね。こちら断面切ってみましょうね。ちょっとね、色が白っぽいって分かんないですけど、この中心に輪っか状のものが見える、これが維管束、引いては形成層ですね。で台木と穂木の形成層をくっつけるということが、どんな植物にもの接ぎ木にも通ずる原理です。このように斜めに削り落としてあります。これは実際どういうことかというと、この凹凸がありますね。切った直後は非常にみずみずしいんですが、乾いてくるとこの中央がへっこんできて、で表皮に妨げられて剥がれちゃうっていう、それを回避するために中高に切り口を作っておくということになります。兜の方、これはこのように10段面がこういう形になっているんですが、これを接ぎ木するにあたってこうやってスパッと切る、ちょっと切った直後はこういう風になってるんですけれど、多くのサボテンの接ぎ木に言えることなんですけど、特に丸いのサボテン、比較的肉が硬くて丸いサボテン切ると、この維管束がちょっと収縮してこういう感じになって、引いては形成層を持ち上がった感じになって、ちょっとうまくくっつかないっていうことになります。これも先ほど早く切って収縮の度合いが、周りの皮の部分が持ち上がって真ん中がへこみ気味ですから、ちょっとこっちの図には書いてないんですけど、こういう場合どうするかっていうと、これもこのように中高にしておく。では、実際に台木と穂木をくっつける接ぎ木の操作になります。で私は結構こう木綿糸、これ使い慣れてた世代なんですけれど、この間ちょっとサボテン屋さんに仕入れに行ってきて、で接ぎ木の話になって、この伸縮性がかなりあるこれを、使ってて、これが実際に使い勝手がいいんじゃないかということで、一巻きいただいてきました。面取りしたこれもだいぶ触っちゃったりしてね、切り口も凹凸状態になってるだろうから、これをもう一回改めて切り直して切り口の鮮度を上げます。こちらもで、維管束の輪っかの大きさが違いますけれど、この場合台木の龍神木の方が大きいですが、その一部が重なれば OK ということでくっつけました。でこちらですね、ちょっとずれちゃいました。柱
初めのうちは弱い力で徐々に負けを重ねるに従って、強くしていくと。ちょっとこんくなっちゃいましたね。強くグッとしてますね。だん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 力を強めていきます。最後は最初のやつと結ぶ感じですかね。うん、こういう感じですね。まあうまくつくといいんですけれど、あとは周りに高温多湿の時期だから殺菌剤を塗ります。で、まあ、こういうね、空鉢などで立てかけておいて1、2週間寝かせるっていう感じになりますね。で、ちなみにこれの説明なんですけれど、これは、まあ、大体同じようほぼ2年前にほぼ同じようなプロセスで接ぎ木したもので、接ぎ木した時は今日使ったこのよりももっと小さい、そうですね、このくらいの大きさだったですね。このくらいの大きさの接ぎ木して2年間、まあ、うまくくっつけばハウスなしで冬場だけビニールキャップでの栽培でも東京の都心部で日当たりにどうだったらこのくらいまではできますよという実例でございます。